シタピラメ、カキ、マダイ、ホタテ、タラ。おや、オーナー、どうしたんです？そんなに息を切らせて、どこかへ行ってきたんですか？その包みは、ちょっと失礼。この食材は、なるほど、さすがです。素晴らしい食材が揃っているだけに迷ってしまいまして。この時、この場でできうる最善で最高の料理を考えなくてはと。いいんですよ。あなたが機転を利かせてくれたおかげで首がつながったようなものですから。それに実は久々に料理人としての血が騒いでおりまして、魔界の食通の間でも有名人のカレームを私の料理でひれ伏させてみたいと。新聞にカレームのインタビューが載っていたのを読んだことがある？カレームの父は世界中に名の知られた料理人だったけれど、店で出す豪華な料理よりも子供の頃にキッチンに遊びに行った時にシェフたちと一緒に食べたまかない飯の熱々で香り高いスープの方が美味しかったと。なるほど。しかしそんなお涙頂戴の思い出話で勝てるほど料理の世界は甘くありませんよ。甘いのはホルスのデザートだけで十分です。ですがおかげでメニューのインスピレーションが降りてきました。鍋にたっぷりのチーズを練り込んだパイ生地で蓋をしてオーブンへ。さて、焼き上がるまでの間少々お付き合いいただけますか？あなたはレオパルド閣下に先生術で導き出され、半ば強引に契約を交わし私たちの店のオーナーになった。今までの生活を捨て慣れない環境に身を置くこの現状はあなたの望んだことではなかったはずです。それなのにあなたは信じられないほど献身的だ。なぜです？美味しいものを食べるのも考えるのも大好きで、あなたたちのような素晴らしい料理人たちと一緒にたくさんの人たちに幸せを提供することができるなんてこんなに嬉しいことはないですか。実にあなたらしい考えですね。あなたは遠くない未来にある自分の宿命をもうすでに知っているのかもしれませんね。人の生と死はその命が誕生した瞬間からあらかじめ定められたもの。私たち死神はそれを管理するのみだと分かっているはずなのに、初めて湧き上がってくるこの感情は一体。私は死神ですから多くの死を目の当たりにしてきました。一つ言えるのは、死の際にこの世に未練を残している者の魂は醜いということです。あなたはもう知っているのですね。差し出がましいことを言いました。忘れてください。限られた命を懸命に生きている、だからこそ私たちは彼女にその輝きに惹かれてしまうのかもしれない。彼女のそばで彼女の生き様を見守っていきたい。そのためにはこの勝負負けるわけにはいかない。黄金の王冠をかぶったネプチューンです。パイを割ってお召し上がりください。ええ、ご覧の通りスープドポアソンです。マダイとカサゴにイサキ、ユトウエビ、カニのアラになる部分をじっくり煮出した魚介類の濃厚なスープに
ムール貝、ジャガイモと黒オリーブとトマトのニョッキを煮込んだまかない飯風ですが、パイに思い出を閉じ込めました。大人になるほど幼い頃の思い出は輝きを増すものです。しかしあまりに眩しすぎては現実に支障をきたしてしまう。だから大人は思い出に蓋をする。しかし時にその蓋を開けてもいいでしょう。幼いあの日に戻り、心を子供のように弾ませても、一生忘れられない料理ですか。もったいないお言葉です。ひれ伏させるより得難い賞賛を手に入れた気分です。これも彼女のおかげですね。では次はパリ歌劇団のトップスターであり私たちのパティシエのお送りする甘いひとときをご堪能ください。